マリサ、マルハン厚木北店の立体駐車場で、8月に大火事が起きてたって本当？本当だぜ。なんとつい最近まで、198台の車両が取り残され、現在わかっているだけでも、合計152台が燃焼しているんだ。152台ですって？損害賠償とか、えぐいことになるんじゃない？今日は、8月に起きたマルハン駐車場炎上問題や、その後の対応について、ゆっくり解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。簡単に、マルハンの歴史を紹介しよう。株式会社マルハンは、京都府京都市と、東京都千代田区に本社を持ち、パチンコホール、マルハンをはじめ、ボーリング場や映画館を運営している。アミューズメント施設の会社なのね。その他、子会社の事業も含めると、ビルメンテナンス事業、飲食事業、ゴルフ事業、そして海外金融事業なんかも手掛けているんだ。海外金融事業？実は、2008年5月にカンボジアで、マルハンジャパン銀行を開業したんだ。カンボジアで、日本企業が出資する商業銀行は、初めての存在で、カンボジア国内シェア2位も獲得しているんだぜ。海外にも積極的に進出していて、すごいわ。そんなマルハンは、パチンコ業界では、圧倒的業界トップに君臨していて、全国313店舗を展開し、2023年3月期の連結売上高は、1兆3196億円、約7500億円の売上を誇る、業界第2位のダイナムとは、圧倒的に差をつけている状態なんだ。おお、パチンコ業界の王者ね。そんなマルハンの創業のきっかけは、1957年にオープンした、京都府の名曲喫茶、ルーチェ。その翌年、創業者のハンちゃん牛が、義兄からパチンコ店を譲り受けて、峰山カジノ店をオープンするんだ。最初は名曲喫茶とカジノ店だったのね。1964年にはルーチェのビルを改装して、レストランの営業を始めているんだ。そして1967年には、兵庫県豊岡市に、ボーリング場、豊岡フレンドボールをオープン。ふむふむ。ここでボーリング場がスタートするわけか。その後、1972年には、西原産業株式会社が創設され、いよいよ1975年、マルハン初の本格的な郊外型パチンコ店、マルハン姫路店、神戸店をオープンするんだ。実質、本格的なパチンコ店は、この頃からスタートしたのね。その後は、飛ぶ鳥を落とす勢いで出店し、2002年にはパチンコ店100店舗を達成。2005年には、パチンコ店として初の、売上高1兆円企業となっているぜ。また、その翌年2006年には、店舗出店数200店を突破している。そんなに大きな会社ってことは、マルハンは上場企業？いや、それが過去には上場を目指して、東京証券取引所と協議したこともあるんだが、別のパチンコホール企業が上場申請した際に、却下された経緯もあって、非上場企業のままだぜ。どういうこと？パチンコ業界だからダメってこと？一応、パチンコホールの営業形態には、完全に合法とは言い切れない側面があり、投資家の保護を保証できない、というのが上場できない理由みたいだぜ。他にも、パチンコ業界には、警察の利権絡みの問題もあって、なかなか上場は難しいのが実情なんだ。なるほど、なんか闇が深いわ。でも、非上場企業であったとしても、マルハンが圧倒的業界トップという事実は、揺るがないわね。そのはずだったんだが、ついこの間、2023年8月20日、まさかの大規模火災事件が起きてしまう。さっき言ってたやつね。事件の舞台となったのは、神奈川県厚木市にある、マルハン厚木北店。ここの立体駐車場で、2階に停めてあった車を中心に、なんと100台以上が炎上してしまったんだ。かなり大規模よね。一体どういう経緯だったの？事件当日のことを説明すると、店舗等設置の火災報知器の警報が鳴ったのは14時45分頃。その後、14時47分に消防署への連絡とともに2名のスタッフが駆けつけたんだ。スタッフの対応は早かったのね。初期消火をしたものの、車両の爆発が発生していたため、まずはお客様の避難誘導を優先したんだ。車両の爆発とか怖すぎる。そして、14時56分には消防車が到着して、消火活動を開始する。火災はかなり拡大していたから、引き続き店内のお客様の避難誘導を最優先に行い、鎮火が一通り終了したのは、18時41分のことだったぜ。ずいぶん時間かかったわね。立体駐車場の構造のせいで、消防車が十分に近寄ることができず、
周辺の車を移動するのも難しい。結果、何台も燃え広がる事態になったんだ。立体駐車場っていう構造も良くなかったわね。付近の港南で買い物をしていた人も、はっきりと爆発音などを聞いているようだぜ。建物からは黙々と黒い煙が広がり、文字通り大炎上してしまったんだ。やば、そんな様子だと、車を取り出すのは無理よね。ああ。合計152台が燃焼し、198台の車が、駐車場に取り残されることになったんだ。おかげで、多くの人が車両を失い、帰宅困難に陥ったんだぜ。かわいそうすぎる。まさかパチンコに来てこんなことになるとはね。だが、この災難の中、まさかのおこぼれをもらった人もいるんだ。え、どういうこと？今回の事件で、火災以上に注目を集めたのは、車買い取りレンジャーのとある社員。営業担当の彼は、仕事をサボって、同店でパチンコをしていたんだ。しかし、彼の営業車は今回の火災事件に巻き込まれ、燃焼してしまった。マジで？そんな不運なことある？会社にバレたらクビになるんじゃない？焦った社員は、ツイッター改め、X に、仕事サボってパチンコしてたら、マルハンの駐車場火事になって、営業車燃えて積んだ。と投稿。すごい思い切ったことするわね。建物から黒い煙が上がるという、衝撃的な動画のおかげもあったせいか。22日時点で、2400万インプレッション、22万いいねを獲得して、超大バズりしたんだ。すご、それで、社員さんはどうなったの？首を覚悟で、会社に報告したんだけど、最初は何かのドッキリかと思われて、まともに取り合ってもらえなかったんだ。そりゃそうよね。にわかには信じがたいもの。でも、社員さんは会社に、X の投稿を見せて、すべてを正直に話したんだ。その後の社長の対応が、神すぎるって話題なんだぜ。神対応？どんなどんな？異例のバズツイートを記録した社員さんに、もしツイートが伸びて宣伝効果が得られたら、社用車の弁償は目をつむる、って伝えたんだ。なんて寛大な対応なのかしら、って、ツイートの効果は？結果は、上々だったようだぜ。社員さんは、ツイートに車買い取りレンジャーのリンクも貼っていたんだけど、買い取りの見積もりをしたい、という問い合わせが全国から丸投したんだ。一連のツイートで、親近感を持った人が多かったのかもね。それと、社長の人柄だろうな。仕事をサボってただけでなく、営業車を一台燃やされたというのに、宣伝効果と引き換えに許す。そんな寛大な対応に、感銘を受けた人が多かったみたいだぜ。素晴らしい、火事は災難だったけど、車買い取りレンジャーにとっては、ある意味、棚からぼた持ちだったのかしら？まあ、社員さんは今回の件で、がっつり仕事中にサボってることがバレてしまい、気まずい思いをしただろうけどな。会社に戻らず、パチンコ店の駐車場で休憩をしていた。ってことにしてるみたいだけど、会社の上司や同僚には、実際はパチンコを売っていたのではないか？って勘ぐられてるみたいだぜ。これはもう、言い逃れできないわね。でもまあ、クビとか深刻な結末にならなくて、よかったわ。しかし、困ったのはマルハンの方だ。は、そうよね、賠償や休業で、いろいろ大変なんじゃない？ひとまず、原因は明らかになったの？それが、まだこれといった原因は明らかになっていないんだ。防犯カメラとかに映ってないのかしら？今のところ、そういう確かな情報はないようだな。ただ、ネットで一つ、怪しいと言われてる投稿があるんだ。なになに？事件が起きた当日、匿名掲示板5チャンネルに、寄せられた投稿なんだけど。今日、スマパチで16万負けて、帰りに立体駐車場のゴミ箱？変な箱燃やして帰ったら、なんかお祭り騒ぎだね。という謎の書き込みが残されているんだ。要するに、負けてイライラしたから、駐車場のゴミ箱燃やしたってこと？これに関しても、まだ確かな情報は明らかになっていないんだが、事件当日の18時頃に書き込まれたみたいだぜ。さっきの車買い取りレンジャーの社員さんが、投稿したツイートが21時だから、例のツイートがバズる前の時間帯になる。本当に放火の犯人だったら、シャレにならないわ。5チャンネルでは、彼が犯人なのでは？という内容のスレッドが立ち、特定して逮捕されるのではという説で、一時持ちきりになったんだ。これだけ大きな火災事故、情報開示くらいはあるかもね。だが、パチンコに詳しいユーザーから、冷静なツッコミがあったんだ。冷静なツッコミ？ストレートで16万負けたとして、4万発。1分間200発だから、最大1時間あたり6000発しか負けられない。神奈川だから9時回転としても、
警察に通報が入った14時45分時点で、16万負けることは不可能。という指摘だぜ。パチンコ詳しくないけど、冷静に考えたら確かに。じゃあ、単なるイキリ投稿だったってこと？その可能性は高いな。この書き込み以外には、特に有力な目撃情報などもなく、現在調査中の段階なんだ。警察によると、放火の可能性は極めて薄く、とあるディーゼル車が発火したことによって、今回の火事が起きたということだけわかっている。車が発火って、自然に起きるものなの？排気管や DPF の周辺など、高温にさらされる部分からの自然発火か、もしくは、車内にバッテリーを備えた、電子機器が置いてあって、そこから引火した可能性が高いと考えられているみたいだぜ。そんなことってあるのね。自分の車が万が一、って考えると怖い。モバイルバッテリーにも要注意だわ。で、気になる車両賠償はどうなるのかしら？賠償責任に関してだが、今のところ、マルハンや発火した車の持ち主が、何かしらの弁償義務を負うことはないようだ。え、そうなの？明治時代に制定された法律により、失火の場合には、重大な過失がない限り、火元側の責任が問われることはないんだ。ふう、マルハン的には、一安心かしら？もし賠償責任が発生したら、一体いくら？って感じよね。しかし、火災に遭ったお客さんからすれば、そう簡単に引き下がれる話でもない。なんで？車両保険で補填されるんじゃないの？確かに、ここのドライバーが、車両保険に加入していた場合は、保証金額の範囲で補填はされると思うが、全員が全員、車両保険に加入しているわけじゃない。新車なら加入する人が多いかもしれないが、中古車なら付けないという人もいるだろう。2023年車両保険の加入率は、約 46.5% と言われているからな。保険に入ってなかったら丸損ってこと？やってられないわね。さらに、仮に保険に入っていたとしても、車両保険を使えば保険料は上がるし、等級はグレードダウンする。さらに、車体購入価格が満額返ってくるわけでもない。そっか。保険に入っていても、損することには変わりないわね。結局泣き寝入りだわ。マルハンも、安全のために、しばらく臨時休業としているようだが、これらの賠償責任に関しては、特に言及していない。法的に義務がないんだから、まあ支払われることはないでしょうね。マルハンもまさかの休業で大赤字って感じでしょうし。ああ。しかし、中には超高級車を止めていた人もいて、ショックの声も大きいんだ。高級車？これも、匿名掲示板に寄せられた情報だが、新車価格1700万円する、キャデラックのエスカレードという車を、購入からわずか3ヶ月で燃焼してしまった、という書き込みをした人が現れたんだぜ。1700万？それはちょっとショックかも。でも、掲示板では、意外と冷ややかな反応が多かった。パチンコの一生分の負けでも、ここまで負けんやろな。新車だったらとかいうやつが、新車に乗ってるわけない。などの辛辣なコメントも寄せられた。辛辣だけど、一理あるって思っちゃうわ。パチンコをしているお客さんは、店内の音で爆発音に気づかず、館内放送でようやく事態を知ったようだぜ。また、ここまで火災が広がった理由として、スプリンクラーが設置されていなかったことが影響してるのではないか？と言われているが。確かに、スプリンクラーがあれば、もっと早く消火できたかも。だが、これに関しても消防署が、設置の義務はない、と言っているぜ。構造上設置の義務がないなら、マルハンの過失にはならないわね。車両を失った方々は本当に気の毒だけど、こればっかりは不運だったとしか。ただ、150人以上の車所有者が、今回の件で車両を廃車にすることになる。さすがにやりきれない、という思いの人もいたのか。マルハン厚木北店の口コミには、星評価、最低の1ランクとともに、車を返してほしい、という書き込みも寄せられたぜ。マルハンが悪いわけじゃないけど、そう言いたくなる気持ちもわかるわ。そして、今月9月5日、マルハンはクレーンなどを使って、ようやく自走できない車両の移動作業を始めたんだ。作業は7日まで行われる予定だぜ。クレーンで撤去するの？大掛かりねえ。2階の屋根がない部分から慎重に吊り上げて、1台1台取り出していくみたいだぜ。取り出された車は、全体的に黒くすすけていたり、全部が焼け落ちて、中のエンジンが見える状態になっていたようだ。あらら、20日の事件以降、ずっとそのままにしてあったの？1階部分の車両に関しては、8月22日以降、安全を確認できたものから、引き取りを開始していたんだけど、
焼損のひどかった2階は、火災の熱で、梁の鉄骨や天井の歪みが目立つ状態だったんだ。だから2階部分に停車していた車両は、この日初めて取り出されたようだな。そういうことね。一大作業だわ。今後、マルハンはどう対応していくの？引き続き、出火の原因については、正式な報告は受けていないとしているぜ。消防署や警察で、詳しい調査を続けていく予定なんだ。相変わらず原因不明ね。さらに、同店舗については、安全を考慮して、当面の間休業とし、最新の情報については、店舗の公式サイトや SNS などで掲示予定だ。車両が取り除かれたら、とりあえず爆発などの危険性はなくなるかしら？立体駐車場は主に2階部分で、歪みが発生しているとのことだから、しばらくは車での来場が難しいんじゃないか？となると、もし近日中に復活したとしても、来店者数に影響出てしまいそうね。工事するにしても時間かかるだろうし、今後どうなるか、注目だな。車両保険には一応加入しておくべき、ってこともよくわかったわ。マリサ、パチンコ123が大炎上ですって。知ってるぜ。NMB48 のアイドルたちも出演した、とある撮影で、やらせ疑惑が浮上したんだ。やらせ疑惑って、一体どういうこと？さらに、過去を遡ってみると、いろいろと物騒な事件も起こしているぜ。物騒な事件、超気になる。今日は、大炎上と閉店ラッシュが噂される、パチンコ123について、解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず簡単に、パチンコ123の歴史を紹介しよう。お願いするわ。パチンコ123を運営するのは、株式会社のノブタエンタープライズ、という会社で、1963年1月、信田清和氏が、大阪府八尾市本町に、パチンコ店、松屋会館を開店させたのがきっかけだ。結構老舗企業なのね。その後、1969年には、八尾観光株式会社を設立。パチンコ店だけじゃなくて、喫茶、レストランも入った複合施設、八尾観光会館をオープンするんだ。へぇ、パチンコ以外にも、いろいろやっているのか。1970年には、寝屋川市に、寝屋川アポロをオープンして、信田工業株式会社に、社名変更しているぜ。そして1976年、大阪市東成区に、緑橋123をオープンさせているんだ。ここで123の名前が出てくるのね。その後、店舗展開し、現在は大阪を中心に、全国で63店舗運営。グループの店舗運営数は、ダイナム、マルハン、アンダーツリー、ガイアに次いで、業界第5位の規模を誇るんだ。あんまり聞いたことないと思ったら、大阪を中心に展開する、パチンコ屋さんなのね。お店の特徴としては、1店舗あたりの平均台数が773台と、比較的大型店の割合が多く、1000台を超える巨漢店舗を、10店舗も運営していることだな。へぇ、それはすごいわね。パチンコ店以外にも、兵庫県三木市に、ゴルフ場、マスターズゴルフクラブを、所有していたり、ゴルフ練習場の運営もしているんだ。あと、日帰り入浴施設、延べ羽の湯を全国に3店舗出店してるぜ。レジャー施設も充実してる。店舗数、業界第5位のパチンコ用と、レジャー施設の運営で、経営はかなり順調な気がするけど。ところが、ここ最近パチンコ123は、閉店ラッシュを続けているんだ。え、そうだったの。つい最近、2023年7月2日にも、徳島県にある123ロンデン店が閉店。ロンデン店は計480台多く、それなりの中規模店舗だったんだ。中規模店舗ってことは、売り上げにも響くわね。さらに、今年1月24日にも、神奈川県の123座間店を閉店していて、グループとしては今年2度目の店舗閉鎖になる。さらに、2020年から数えると、今回のロンデン店をもって、19店舗目の閉鎖なんだ。わずか3年で19店舗も、一体何が原因？原因はやはり、2020年から発生した、コロチャン化の影響や、6号機への規則改正に伴う、需要減の影響が大きい。コロチャンに法改正。パチンコ業界には向かい風だわ。ちなみに、6号機の規制改正って、どんなものだっけ？出率の上限と下限の規制が厳しくなったり、一撃2400枚が規制されるようになったんだ。これによって、穏やかに、ダラダラとプレイする人が増えると予想されてるぜ。より、社交心を抑えた作りになったんだ。なるほど、玉持ちが良くなるわけね。でも、お店からすると、収益低下要因よね。
影響はかなり大きい。2022年のパチンコ店運営会社数は、前年比 10.9% 減の1508社。コロちゃん改善の水準と比べると、25% も減少していることになるんだ。かつては、30兆円もの市場規模と言われたが、現在は14兆円程度に落ち着いているぜ。もはや、業界全体が冷え込んでいるのね。さらに、全国のパチンコ店営業店舗数は、2022年12月末の段階で7665店舗、前年比 9.4% 減少しているんだ。業界は年々右肩下がりだったとはいえ、それまでの減少ペースは 5% 程度だったから、コロちゃん以降、急速に減少スピードを加速させていることになるんだ。わわわ、このままじゃパチンコ屋、なくなっちゃうわよ。店舗数だけじゃなくて、利益の方も、なかなか厳しい状態が続いているんだ。帝国データバンクによると、2020年のコロちゃん以前は、7割以上の会社が黒字を維持していたけど、2021年以降、4割程度まで減少。2022年に入ってからも、5割まで回復しない状況が続いていたんだ。やっぱり、単にコロちゃんの影響だけじゃなくて、業界全体が衰退傾向にあるのね。重荷になっているのは、寝台の購入だな。パチンコ機材は、1台あたり、40万円程度の購入費用がかかるほか、それ以外にも、導入コストや申請手数料などがかかり、10台程度導入するだけでも、数百万円かかると言われているんだ。そんなに。じゃあ、123のような中から大型店舗は、特に負担が大きいわね。そう。でも、パチンコ業界は、どれだけ寝台を導入できるかで、動員数も変わってくるんだ。多少無理してでも、寝台を置く必要がある。それが、ここ最近の、損益悪化要因の一つだぜ。なるほど、経費がかさんでいたわけね。旧規則機から、新規則機に入れ替える期限は、2022年1月末。コロちゃんで収益が大幅低下してるタイミングで、寝台入れ替えの経費がかさみ、多くのパチンコホールは、資金繰りが、耐えられなかったというわけだな。あらー、それは大打撃だわ。また、旧規則機の撤去で、CR 新北と無双、CR 新花の刑事通、漆黒の衝撃、スロット魔法少女窓かマギカ2など、稼ぎ頭の人気機種が、姿を消したことも大きい。ガビーン。踏んだり蹴ったりじゃない。パチンコ123だけに限った話じゃないけど、なんとか頑張らないといけない時期だわ。それが、そんな大事な時期なのにもかかわらず、パチンコ123は、お客さんの信頼を踏みにじるような事件を起こしてしまった。もしかして、さっきの NMB48 の件？ああ。2021年9月、123難波店では、パチンコ番組収録のため、NMB48 のアイドルを登場させ、パチンコを売ってる様子を撮影したんだ。アイドルがパチンコ、それはインパクトあるわね。でも、ここで闇が発覚してしまう。ごくり、炎上騒ぎになったのは、とあるお客さんのツイートがきっかけなんだ。開店前の抽選で、一番を入手したお客さんは、引きとして台を獲得しに行く。でも、一番乗りであるはずなのに、びっくり。お目当ての台に座ろうとしたら、すでにアイドルのための、撮影用のカメラがセットされていたんだ。それじゃ一番の意味、なくない？もちろん、これにはお客さんも激切れだ。抽選で一番引いて、残り345ゲームのガロ座ろうと思ったらこれ。告知なしで撮影しよるらしい。頭いかれてんのかほんま。などと書き込みを行った。うわぁ、めちゃめちゃ怒ってるわね。でも、パチンコに詳しい方が、真っ先に狙うような席だから、きっととてもいい台なんでしょうね。それを横取りされていたら、当然怒るわ。番組用に、あえて当たりやすい台を使いたかったのでは？と、勘ぐってしまうよな。これには、被害に遭ったお客さん以外にも、ネット上で不満の書き込みが寄せられ、一時大炎上する事態となったんだ。売ってるのは奥の二人の女性。聞いたところによると NMB48、演者、ライターは、一番より前に指定台に座れる。などの批判が相次いだぜ。うわぁ、業界の闇ね。アイドルたちは、指示通り従っただけだから、何も悪くないとは思うけど。この炎上騒動を受けて、123難波店は、謝罪文を掲載。YouTube チャンネル、123TV の公式 Twitter アカウントで、撮影で迷惑をかけたことなどを謝罪しているんだ。少し、炎上は収まったかしら？いや、再発防止案や、経緯説明などに一切触れていない謝罪文に、より一層、ユーザーの怒りを煽る事態となったぜ。ただ一方で、たかだか、一
対17000円あるかないかの台で、ガタガタ言われてかわいそう。という意見も発見した。パチンコ詳しくないけど、そんなもんなのね。まあでも、一番をもらって嬉しかったでしょうに。お客さんの期待を裏切る行為よね。そういうのは良くないわ。そう反省したのもつかの間、2023年3月、今度は整理券事件が起きるんだ。またお客さんを怒らせちゃったの。今度は、整理券の問題なんだ。2023年3月25日、123横浜店で、インフルエンサーの磯丸氏が、来店するイベントがあり、整理券が配られたんだ。磯丸氏？スロパチステーションという、YouTube チャンネルに出演している人物で、パチンコ界隈では有名なんだぜ。なるほど、それで、人が押し寄せたわけね。当日のツイート情報によると、整理券を受け取るために並んでいたのは、推定600人以上。店の周りを行列で、ぐるっと2周する事態になっていたようだ。600人、めちゃくちゃ人気じゃない。まあ、それ自体は想定できたことだし、仕方ないだろう。だが、問題なのはその時の店員の対応なんだ。どんな感じだったの？行列が車道にはみ出して、一般人が、車道の内側を通る状況になっていたのに、整理誘導や、道を開けるアナウンスをせず、ただただ放置。それはまずい。さらに、並んでいるお客さんからも、店員に対して不満の声が続出していた。わざわざ、朝から並んでいる人がほとんどなのに、なぜか順番前後しますと宣言して、1周目、2周目の人を飛ばして、手を伸ばしていた3周目の人に、整理券を渡していたりしたんだ。何それ、めっちゃ適当じゃない。こういった投稿が、1件だけじゃなくて、複数書き込まれていたから、おそらく、店員も予想以上の大混雑で、収拾つかなくなっていたんだろう。1周目も2周目も関係なく、物理的に配りやすい前の方から、とにかく配っている感じだったみたいだ。それじゃ、早くから並んだ人は浮かばれないわね。こんな書き込みも発見したぜ。ムカついたから、店員に、何時に並べば抽選受けられるか聞いたら、我々が出勤してきた6時45分には、上限に達していたからわからないだって。6時45分に出勤って十分早いけど、もう上限に達してたの。お店としても、予想外の集客力だったのかもね。ただ、こういった対応に、不満を持ったお客さんの中には、本当に警察に通報した人もいたようだ。結局、神奈川県警が出動して、打ち切りアナウンスをする事態になったぜ。しかも、肝心の磯丸氏も、店の外を4周したにもかかわらず、抽選を受けられなかったみたいだな。やば。さっきのアイドル炎上事件もそうだけど、もうちょっと、現場のお客さんのことを考えてほしいわね。その一方で、お客さんによる、物騒な事件も複数起きているんだ。事件って、最初に紹介するのは、兵庫県の123岩岡店で起きた、海バットおじさん事件だ。海バットおじさん？2023年1月、負けた腹いせなのか、中年男性が木製バットで、海物語の台を破壊。こわ。バットで破壊、パチンコ台って、そんな簡単に割れちゃうの？いや、パチンコ台は通常、かなり分厚いガラスで作られているため、相当力を込めない限り、割れることはない。負けたことが相当悔しかったんだろう。衝撃音がホールに響き渡って、一時パニックを巻き起こしたほか、被害は破壊した台以外にも及んだようだ。そんなに怒るほど、大負けしたの？いや、パチンコに詳しいブロガーが、推定したところによると、せいぜい1万円程度の負けだったのではないか、と言われている。よほど金銭的に追い詰められていたか、精神的にヒートアップしてしまったか、どちらかはわかっていない。そんなことやらかして、海バットおじさんは大丈夫なの？今回破壊された台は、Pスーパー海物語、in沖縄5、夜桜町旋風だ。中古価格が12万程度で、稼働停止料を含めると、50万円程度の損害賠償が、想定されているぜ。思ったよりは現実的な金額だったわ。でも、1万円の負けが高くついたわね。さらに、刑事罰も想定されるぜ。実は、パチンコ業界では、以前もハンマーで台を壊すという事件が、起きているんだけど、その時の、ガロハンマーおじさんは、しっかりと逮捕され、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けているんだ。じゃあ、今回の件もいずれ、運営会社は、SNS で拡散された、事件動画の一部始終を真実としながらも、細かい日時など、詳細に関しては、警察の調査中であるため明かせないとしている。ただ、もし何か進展があれば、ニュースになるかもしれないぜ。なるほどね。
この事件を調べてたら、豚の丸焼きって出てきたんだけど、何のこと？それは、今回の容疑者が、無理やりスタッフに連れ出される様子が、まるで豚の丸焼きみたいだったことから、SNS 上で話題になったんだ。そういうことか、何はともあれ、怪我人が出なくてよかったわ。でも、実は過去にもう一つ、スプレー騒動が起きているんだ。まだ何かあるの？事件が起きたのは、2018年8月のことだぜ。大阪市西成区、パチンコ&スロット123玉出店で、催涙スプレーを何者かが発射し、客や店員ら計12人を負傷させたんだ。ええー、12人も、怖すぎ、軽くテロじゃない。当日は、この12人以外にも、多くの人が目と喉の痛みを訴え、救急車が何台も駆けつける騒動になったんだ。もっとやばい毒物とかじゃなくて、本当によかったわ。でも、この当時は、犯人を捕まえることができなかったんだ。しかし、2021年6月、別の事件で服役していた、松本明秀受刑者が、犯人は私などと、服役中の刑務所から、大阪府警西成署に突然手紙を出した。なぜ急に告白する気になったのかしらね？警察署は裏付け捜査を進め、ついに2022年3月、逮捕に踏み切った。結局、犯行の動機として、お店の中でとある人物とトラブルになり、追加として、カバンの中の催涙スプレーを、発射してしまったとのことなんだ。こればっかりは、お店には非はないけど、お店に行くのが怖くなってしまうわ。今後、どうなっていくのかしら。閉店ラッシュや、炎上を繰り返す、パチンコ123だが、最近では2022年8月に、奈良県の K パワーズ大安寺店を、傘下に収めている。あら、閉店ばかりじゃなくて、M&A もしっかり行っていたのね。ああ。K パワーズグループは、6軒のパチンコホールを運営してきた。中堅チェーンだが、2022年頭には2軒を閉鎖。さらに、旗艦店である、K パワーズ大阪本店を、ベガスへと事業承継しているんだ。どこも大変ね。そのうち1店舗を、のぶたエンタープライズが取得したわけね。K パワーズ大安寺店は、パチンコ336台、スロット288台を設置。なかなかの規模を誇る、中規模店舗だぜ。今年閉店した123ロンデン店よりも、設置台数は多そうね。その調子で、盛り上げていってほしいわ。老舗パチンコホールとして、なんとか逆境に負けず、頑張ってほしいな。マリサ、お金ないから1円パチンコで稼いでくるわ。霊夢やめとけ、1円パチンコは絶対に赤字になる、あるからくりがあるんだ。絶対赤字。パチンコ業界の衰退は、実は1円パチンコが原因なんていう人もいるくらいだぜ。衰退の原因、気になる。じゃあ今回は1円パチンコの裏事情や、絶対赤字になるからくり、パチンコがギャンブル依存症の温床で、破綻者を続出させている件について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、パチンコの歴史について見ていこう。現在のパチンコのルーツは、諸説あると言われているぜ。え、そうなの？ルーツって？かつて大正時代に欧米から輸入された、コリントゲームやバガテルなどの、ゲーム機が原点と言われていたんだ。大正時代のゲーム機？全然イメージ湧かないんだけど、コリントゲームもバガテルも同じものを指すぜ。手前に傾斜した、逆 U 字型の盤20個の穴を開け、穴の周囲などに釘を打っておくんだ。盤の右下の隅から、小さな棒で玉を盤に打ち出し、玉が穴に入った結果で得点を競うゲームだぜ。ピンボールゲームみたいな、ものかしら。最近では横に寝ている仕様ではなく、パチンコのように縦型のボールマシンが、実は欧州各地に点在していたことがわかり、こちらがルーツとも言われているんだ。確かに木製だけど、形はほぼパチンコと一緒ね。こうしたゲーム機を露天商が扱い、縁日などに置いたことが、パチンコ用の始まりだぜ。へえ、最初は縁日のゲームだったんだ。時代が進み、太平洋戦争に突入すると、金属を国に納めなくてはいけなくなった。お寺の金すら回収されるレベルだったため、パチンコ玉は当然回収されてしまい、パチンコ店は営業できなくなったぜ。まさに、欲しがりません勝つまではだわ。戦後の復興とともにパチンコも復活し始め、昭和20年代半ばには、パチンコの神様と呼ばれる、正村武一氏が、現在のパチンコの基本となる画期的な釘配列、正村ゲージを考案したぜ。正村ゲージって？それまでは、バラ釘と呼ばれる均等な釘配列の間を、
弾が落ちていくだけだったんだが、正村ゲージは釘配列に変化を持たせた結果、パチンコ台にスリルと意外性が増した。この正村式のパチンコ台は大人気となり、第一次パチンコブームが起こったんだ。正村ゲージはすごい発明だったのね。さらに昭和20年代後半には、弾を一つずつ入れて弾く単発式から、現在のように、玉皿から自動的に送り込まれる連発式が登場。短時間で弾を連発できることから、パチンコブームが加速し、最盛期には全国に4万5000件以上のパチンコ店が乱立したぜ。そんなにパチンコ店があったんだ。しかし連発式の誕生で、社交心を刺激するランブルに生まれ変わった結果、中毒的に依存する人も増え始める。あわわわ、プレイヤーが獲得した商品を路上で買い取る、通称売人が、ホールの周りをうろつくようになったりもしたんだ。さらに一度に負ける金額が多くなったことで、社会的な批判が高まってしまい、連発式はついに法改正により、禁止令を出されてしまった。確かに、聞いただけで治安悪そうだもの。批判が高まるのは仕方ないわ。当時のパチンコ機メーカーはこの反省を踏まえ、社交性に頼らない遊戯機の開発など、様々な工夫を凝らしたんだ。しかし、連発式は禁止されたままだったため、その後20年間は、店舗数が1万件前後で低迷したぜ。ピーク時は4万以上あった店舗が1万件に減るなんて、連発式の禁止はそれだけ痛手だったのね。こうした状況を打破したのが、1980年に登場したフィーバー機だ。フィーバー機？なんだかすごそう。フィーバー機とは、スタートと呼ばれる入場口に弾が入ると、中央に設置されたドラムが回転し、図柄が揃うと大当たりとなって、中央下部の大きな入場口が一定時間開放されるシステムだぜ。特別な音楽や映像が流れるやつか。社会の経済発展に連動する形で社交性も上がり、その5年間で数百件ずつ店舗が増えるという、第二次パチンコブームが起こったんだ。ここでパチンコは、大衆娯楽としての人気を不動のものにしていったぜ。お金があぶくのように消えていくパチンコは、まさにバブルの象徴と言えるわね。そしてバブル崩壊後もパチンコ業界は好調で、カラーモニター搭載など、技術革新も進んだ結果、パチンコホールの市場規模は、30兆円に達するほど巨大産業に成長したぜ。ちなみに30兆円というのは、トヨタの総売上とほぼ同じなんだ。世界のトヨタと同じ規模、すごすぎる。1992年から続いたパチスロ黄金期には、4号機と呼ばれるマシンが主流だったぜ。4号機は名機が多く、今より規制が緩かったため、社交性の高いマシンだったんだ。レインボー札や、シゴロ札と呼ばれる、マシンを確保すれば勝利はほぼ濃厚だったぜ。勝利確定のマシンがあったら、私ならずっとそこでプレイしちゃうわ。他にもリールの出目によって設定し差があり、あらかじめ高設定台と分かって打つことができた。だから定食につかずに高設定台を狙って、朝から行列ができる光景が定番だった。そんなに熱い時代があったのね。私もタイムスリップして並びたい。しかし、そんな1円パチンコも、2000年代に入る頃から、徐々に下火になってくる。1995年に売上約30兆円、参加人口2900万人だったパチンコ業界は、1998年には約28兆円、1980万人に減少。あれ？どうしちゃったの？その後、2004年の新世紀エヴァンゲリオンや、2006年のパチンコ冬のソナタなど、アニメや芸能人のタイアップで、一時的に大ヒットする台はあったものの、参加人口は緩やかに右肩下がり。背景にはやはり、規制によって、内容が渋くなったことや、それによって競馬や競艇に客足が流れたことが大きい。なるほどね。単純に面白みがなくなったのね。参加人口の推移を見てみると、思えばこの頃から、パチンコ離れは始まっていたってことか。そこで誕生したのが、1円パチンコだ。一番最初に導入したのは、2006年6月、ピーアークホールディングスが運営する、ピーアーク見立てんだと言われている。手軽に遊べる低資金向けのパチンコを作り、敷居を低くしようと考えたんだ。パチンコ人口減少に、歯止めをかけようとしたわけね。はじめは、見立ての地下90台を、実験的に1円パチンコにするという試みだったが、これがうなぎ上がりに大ヒット。10年足らずで4円に匹敵する設置数まで増やしたそうだ。そもそもだけど、その1円とか4円とかって何？ 1 円でパチンコできるの？この1円とか4円っていうのは、パチンコ玉の貸し玉料金のことなんだ。例えば、
500円で玉を借りる場合、4円パチンコでは125玉しか借りられないが、1円ならその4倍の500玉借りることができる。すごいさね。もっとわかりやすく言うと、今まで1時間で1万円、お金を使って遊んでいた人が、4時間は楽しめるようになるってことだな。おお、じゃ、断然1円パチンコの方がいいじゃない。いや、それが一概にそうとも言えないんだ。確かに手軽な資金で遊べるようにしたことで、女性や高齢者のお客さんも増え、参加人口減少に歯止めをかけるのには、一役買ったと言えるだろう。うんうん、4円の台より人気だったんでしょ？だが、時間単価が落ちたパチンコ店としては、そのまま営業していては赤字必至だろ？確かに、お店の利益が4分の1になっても、基本その台を稼働する電気代やコストは、同じだからな。でも、1円台に人気が集まっちゃってるんでしょ？どうやって利益を出すの？釘を締めて、回らなくしているのさ。1円パチンコが登場した当初は、4倍遊べるパチンコ、がキャッチフレーズだったが、ただ回らない台で長く遊べても嬉しくない。やっぱり、4円パチンコに比べて、回りにくいとかあるのね。口コミによると、1円パチンコが登場した当初は、確かに、1000円で100回転以上は余裕で回ったようだ。2から3000円もあれば十分遊べる印象だな。2000円でパチンコできちゃうの？すごい、それなら負けても文句なし。しかし、それも最初だけの話。最近ではひどいところだと、1000円で30から40回しか回らないホールも、あるようだ。それって、勝つ見込みあるの？ほぼ、壊滅的だな。一般的に、せめて1000円で80回転以上は回らないと、期待値が低すぎると言われている。マジか。安かろう、悪かろうなのね。っていうか、釘を勝手に調整するのって、違法なんじゃないの？うん。厳密には、釘を調整する場合には、遊撃の変更として、都道府県の公安委員会の承認が必要になる。え、じゃあ勝手にいじっちゃダメじゃん。ただ、使用しているうちに狂いが生じて、釘をハンマーで叩いてメンテナンスする分には、申請不要とされているんだ。だから実際にはほとんどのパチンコホールで、その都度調整していることがほとんどだぜ。グレーゾーンなのね。実際には出玉率を調整する目的だったとしても、メンテナンスが必要だったって言えばいいわけだし、なら一応問題ないか。だが、店の利益率対策はもちろんそれだけではない。多くのパチンコホールで、1円パチンコは4円パチンコに比べて、景品の換金率が悪い。あ、そうなの？換金率同じじゃないんだ？ああ、例えば4円パチンコで30玉交換なら、1円パチンコの場合、120玉交換で同じ交換率だと言えるだろ？単純に4倍だとそうね。しかし実際にはほとんどのお店で、1円パチンコは、160玉程度で交換としているんだ。え、じゃあ、釘を調整されて回りにくい上に、換金率まで悪いわけ？二重苦じゃない。まあ、そもそも店舗の建設費や人件費、光熱費や寝台の価格など、パチンコ店はそもそも、基本4円パチンコの収益をベースに、考えられているからな。それを4分の1の貸し玉料金で、やっていこうとするなら、どこかに無理が生じるのは仕方ない。ちょっと考えてみればわかることだったわ。お客さんの還元率が低い上に、お店も薄利多売。これが、1円パチンコが衰退を招いたとも言われる理由だな。でもさ、それでも1円パチンコが普及した理由はなんで？1円パチンコが普及した、というか、1円パチンコの登場当初、4円パチンコのギャンブル性があまりに高すぎたんだ。当時は CR 機フルスペックの頃で、大当たり確率400分の1、1500回転ハマりもザラだったから、10万負けとかも普通にあったんだ。1日で10万負け？それはやばい。ここまでギャンブル性が高いスペックだと、一般的なお客さんがなかなかついてこれず、弱小ホールでは稼働ゼロなんてこともあったようだ。さすがに怖くて手が出ないわよね。電気代や、人件費を無駄に垂れ流して、台を空きにしておくくらいなら、1円パチンコを導入しよう、という考えになるのは当然だ。そうね、稼働ゼロにするくらいなら、単価が低くてもお客さん入れたい。売上が4分の1でも、その分4倍のお客さんを入れればいいわけだし。ああ、実際に、20から30人程度しか、来店しなかったパチンコホールが、1円パチンコを置いた途端、200人埋まった、なんてケースもある。すごい。来客数十倍。ただ、実は渋いのはお客さん側だけではなく、お店側にも落とし穴が隠されていた。え、まだ何かあるの？弱小ホールの苦肉の策のような、1円パチンコだが、
当然1台あたりの売り上げが低いから、どんどん新台に買い替えていくような余裕はない。基本は中古台での交換になったり、大々的なリニューアルなどができないから、ライバル店との差別化が難しくなるんだ。というか、旗艦店などの繁盛店では、1円パチンコを置いている割合が少ないだろ？言われてみれば、お店も本来は4円パチンコをやってほしいわけだし、流行ってる店はそもそも1円パチンコを置くメリットがないのね。さらに、1円パチンコの玉を使った、不正も起きるようになってしまった。不正？どうやって？東京都板橋区で2007年に起きた事件では、1円玉約8000発を、上着やズボンに隠し持った客が、4円玉の台に出入りしている様子が見つかっている。同様の事件が、静岡市内のお店でも起きていたようだ。というと、1円パチンコの玉を持ち帰って、4円パチンコの店で使おうとしたわけだな。そういうことか。1円パチンコの玉を、同店の4円パチンコのコーナーに持っていけば詐欺罪。他店の1円パチンコの玉を、4円パチンコの店で悪用しようとすれば、窃盗罪が成立する。れっきとした犯罪よね。しかし、実際には不正事例が後を絶たず、お店は戦々恐々といったところだな。あまり経費をかけたくない中、1個5円かけて金のメッキ玉を作ったり、玉を入れるドル箱の底に、IC チップを組み込んで、持ち出すとブザーが鳴るシステムを、導入するなど、対策が急がれている。あまりコストをかけたくないのに、これじゃ元が取れるのか心配だわ。そして、パチンコ業界は、ここ数年さらに苦境に立たされている。え、何があったの？実は近年、相変わらず業界は、規模縮小を続けているんだぜ。2022年のパチンコホール経営法人数は、前年より185社少ない1508社となり、2019年の2000社から、3年で約 25% 減少。そんなに減ってたんだ。コロちゃんが落ち着きを見せた、2022年以降は、パチンコへの客足も徐々に戻りつつある。そしたらまた盛り返すんじゃないの？しかし2022年のパチンコホール倒産件数は、34件と前年の16件から倍増したほか、名古屋の高尾の民事再生や、京都の西陣の廃業など、有名メーカーですら倒産、廃業が相次ぐなど、厳しい業界環境が浮き彫りになったぜ。どうしてそこまで厳しい環境になったのかしら？それには、手玉規制が影響していると言われている。警察庁は2017年7月に突如、パチンコ、パチスロの規制改正案を発表したんだ。どんな規制改正案だったの？規制の主な内容は、パチンコで大当たりした時の出玉数の上限を、2400個から1500個に引き下げるもの。パチスロも同様に480枚から300枚になるぜ。随分少なくなってしまうのね。また、標準的な遊戯時間とされる、4時間で獲得できる出玉が、発射総数の 1.5 倍となった。一発4円で換算すると、4万8000円が上限になるんだ。この規制改正で6号機が導入されたが、このマシンはかなり不良らしい。そんなに不良なの？マシンの性能が5号機のままで、出玉率だけ下がり、誰もが認めるクソマシンと言われているぜ。2022年には改良版の 6.5 号機が導入されたが、規制が緩かった時代を知っている人にとっては、格段につまらなくなってしまっているんだ。どうしていきなり厳しい出玉規制をしたのかしら？規制の指揮を取る警察庁によれば、規制の目的はランブル依存症を減らすためだそうだ。カジノ解禁に向けて依存症対策は大きな課題で、警察としても力を入れざるを得ないらしい。ギャンブル依存症って、そんなに深刻な問題なんだ？日本のギャンブル依存症は、実はかなり深刻なんだぜ。厚生労働省がギャンブル依存症の実態把握のため、実施した調査によると、生涯で、ギャンブル依存症のような状態になったことがある人は、成人の 3.6% と推計された。3.6% ならそんなにいないじゃない。いや、人数で換算すると、約320万人と言われている。そう言われると多くてびっくり。過去にギャンブル依存症が、疑われる状態になった人のうち、お金を費やした対象は、パチンコ、パチスロが最多だったんだぜ。ギャンブル依存症になった人の中には、お金がなくなり自丸未遂をした人や、多額の借金を抱え、自己破産した人もいるんだ。ひえ、そんな恐ろしいことになるんだ。パチンコ業界が衰退したのは、他にも原因があると言われているぜ。まだあるの？実はパチンコで遊ぶ人口が年々減少していて、特に若者のパチンコ離れが深刻なんだ。若者がパチンコをしなくなったってこと？パチンコ、パチスロの遊戯参加人口は、
1980から1995年までは2800から900万人だったが、2009年には1720万人、2013年には970万人、そして2021年の時点では813万人まで減少しているぜ。ピークの頃から見ると約3分の1にまで減少しているわ。減少している理由はいくつか考えられるが、まずは禁煙が原因だと言われているんだ。なんで禁煙がパチンコ離れの原因なの？2020年4月1日に改正健康増進法が施行され、すべての施設が屋内原則禁煙となった。パチンコは気兼ねなくタバコを吸いながらゆっくり過ごせる場所として愛されてきたが、禁煙になれば喫煙者が長時間いることは難しくなってしまう。確かにパチンコする人ってタバコも好きなイメージがあるわ。さらにパチンコ店はコロちゃんリスクが高いイメージがついたことにより、高齢者の客足が戻らなくなっているそうだ。パチンコ店に入ると意外と高齢者が多いのよね。コロちゃんが始まった2020年から2021年の間にパチンコ人口は約200万人減少している。コロちゃんの影響で特に高齢者がパチンコ店に行くことを控えているそうだ。今もコロちゃんは根絶したとは言えないものね。高齢者にとっては足を運びにくいのかも。もう一つの大きな原因として考えられているのが若者のパチンコ離れだ。全国の20代を対象とした〇〇離れに関する調査では、3位の車が 39.2%、 2位のタバコが 60.7% に対し、1位のギャンブルが 63.3% だぜ。なんで若者はギャンブルしなくなったのかしら？これは地方に若者が少ないことも影響していて、メインユーザーである50から70代からの切り替わりがうまくいかず、今後の客足に影響すると言われているんだ。少子高齢化の波がパチンコにも影響しているのね。それに今の若者は、ネットを通じて、パチンコのリスクが知られているのも原因だぜ。パチンコのリスクって？パチンコは絶対勝てないようになっている、という仕組みだ。確かに負けることもあるけど、絶対勝てないってどういうこと？そもそもパチンコ店にとっての収入は、お客さんの負けたお金だからな。負けたお金で経営が成り立っている以上、勝つ人が多いと赤字になってしまうぜ。確かに、パチンコ店を運営するには、思った以上に経費がかかるんだ。都内の駅前にある店なら家賃はだいたい1000万円、寝台の入れ替えには1600万円、人件費に544万円、光熱費200万円、合計3244万円プラスアルファが一月にかかる。光熱費えぐくない？そんなに大金が必要だったなんて。しかもこれは最低ラインだからな。他にも費用はかかるし、もちろん利益も必要だぜ。これを全部、お客さんの負けたお金で、賄わないといけないわけね。さらに細かく見ていくと、パチンコには巧妙にお金を、搾取する仕組みがあるんだ。一体どんな仕組みなの？パチンコ店が運営費用をやりくりしながら、利益を出すには、お客さんから抜ける仕組みがあるんだ。これを控除率と言うんだぜ。控除率って税金みたいね。この控除率が低いほどお客側が有利になり、高いほど店側が有利になるんだが、宝くじの控除率が 54%、競馬や競輪など公営レースの控除率が20から30%に対し、パチンコ、パチスロの控除率は10から15%ほどなんだ。宝くじに比べれば、パチンコ、パチスロの方が勝ちやすいように見えるけど、しかしこの10から15%というのは、業界全体の数字で、結局のところ釘の調整や設定差などで、抜く分は店ごとに自由に決められるんだぜ。ということは店によって、当たり外れがあるんだ。遊戯人口が減っている昨今、控除率はさらに上がっていると言われているんだ。そのため釘などの設定が、年々渋くなってきているんだぜ。お店側が自分で釘の設定をいじるの？本来パチンコの釘を店側がいじる行為は、禁止される違法行為なんだが、実際には暗黙の了解というか、グレーなまま放置されているのが現状だ。そのため店側がお客さんに勝たせないよう、渋めに設定を変えていることが多いぜ。そんなことしてたら、お客さん減るんじゃない？今後パチンコ台は封入式といって、いじれない仕組みに変えるとも言われている。だがそうなった場合、前代一律で低設定になる可能性が高いんだ。どっちにしてもお客さんにとってはマイナスだわ。そして出玉規制の強化によって、大当たりも出にくくなってしまった。6号機に変わったことによって、投資のスピードや金額は変わらないのに、手玉が一気に少なくなってしまったんだ。これはギャンブル依存症を減らすためだから、仕方ない部分もあると思うわ。ただずっと負けたままでいると、
逆に人間は、負けたままでは終われないと思うんだ。ええ、それじゃあ出玉規制も逆効果じゃない。パチンコ店では閉店時間が近づくと、その日の負けを取り返したい心理が働くぜ。それで低設定でも一発告知の台で、何発か当てようと躍起になったりしてしまうんだ。恐ろしい心理だわ。この心理は借金がある場合凶悪化し、負けを取り返さないといけない心理になるぜ。働いて稼いだ収入が、負けた額や借金に届かない場合は、何としても勝たないといけないという、心理にとらわれてしまうんだ。まさに負のスパイラルね。それに、そもそもパチンコというゲーム自体、社交心を煽るように作られている。社交心は苦労せずに、思いがけず利益を得ることを、期待する心理なのだが、パチンコには様々な演出で、この社交心を煽るようにできているんだぜ。借金があるとか関係なく、ゲーム自体に熱中してしまう場合もあるのね。こうしてパチンコに熱中していくと、ギャンブル依存症に陥ってしまい、勝ち負け関係なく、ずっとパチンコをしないと、気が済まない状態にまでなってしまう。こうなればどんなに渋い設定にしたとしても、お客さんはパチンコから離れられない。あり地獄のように、ハマったら抜け出せなくなるってわけね。これらの仕組みによって、パチンコは必ず胴元が、儲かるという仕組みになっているが、今はやる前からネットでそのことを知れるため、手を出さない若者が多いんだぜ。若者がギャンブル依存症にならないなら、良いことじゃないの？いや。ところが最近の若者は、決してギャンブルを嫌いになったわけじゃない。他の形でギャンブルを遊んでいるんだ。他の形って？それは、スマホゲームなどの有料コンテンツ。確かにスマホゲームでガチャに課金とか、聞いたことがあるわ。パチンコの最盛期と比べて、現代ではネットと、スマホの普及により娯楽が多様化。特にスマホゲームの課金ガチャは、パチンコに流れていた余暇資金を奪ったぜ。本来パチンコをやるような人たちが、みんなガチャに回ってしまったのね。さらに最近は、公営ギャンブルに鞍替えする人が、増加傾向にあるんだ。あれ？ギャンブル離れしてるんじゃないの？公営ギャンブルではネット投票など、サービスを進化させていることに加えて、動画配信や有名人の起用など、積極的にアピール活動をしているぜ。馬女とか女性への PR もしてるわよね。私も馬娘見て競馬に興味持ったわ。競艇でもドラマ仕立ての CM を流すなど、若者へのアプローチを図っている。経産省担当者は、PR がスマートで、ギャンブルの悪いイメージを持つ人が少なくなっているのでは、と分析しているぜ。これじゃあパチンコが一人負けじゃない。なんとか打開しないと。もちろんパチンコ業界も、様々な工夫を試みている。これまでパチンコ業界では、店側も客側も、自分の儲けを追求しすぎたことにより、バランスが崩れてしまったことが、問題だと考えられるぜ。借金してまでパチンコする人が増えると、ますます規制が厳しくなるものね。これからは低コストの ECO 遊撃の導入や、低予算で遊べる環境を充実させるなど、お互いにバランスよく、無理しない範囲で遊べる環境を整えるのが大切だろう。90年代の黄金期と打って変わって、パチンコ業界までなんか控えめ。またパチンコそのものを娯楽として、楽しみたいという人も多い。これまでの大音量の派手な、ギミックだけではなく玉の動きを楽しめるような、低コストで落ち着いた方向への、回帰へ踏み込んでいくと思うぜ。とにかくバランスが大事ということ？そう、店側が適正な価格でサービス提供し、客側もそれに見合った対価を払うなど、時代に合った適正なバランスに向けて、取り組みが必要だと思うぜ。そうね、どちらかが大儲けするんじゃなくて、持ちつ持たれつの関係を続けていくことが、これからのパチンコ業界には必要だと思うわ。最近、駅前のパチンコ店が潰れて薬局に変わってたわ。駅前だけじゃなくて、中小規模のパチンコ店は閉店しているところが多いんだぜ。そうなの？全然知らなかったわ。パチンコ店がなくなるとトイレに行けなくて困るのよね。確かにパチンコ店のトイレは綺麗で快適だな。でも残念なことに、パチンコ業界は大規模閉店ラッシュでここ1年で2000店舗が閉店しているんだ。1年で2000店舗って異常だわ。パチンコ業界に何が起きているの？じゃあ今回はパチンコ業界の大規模閉店ラッシュの原因を紹介していくぜ。パチンコ産業の躍進と衰退は、時代の変化を感じられるぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。パチンコっていつから日本にあるの？1930年に風俗営業第1号店が名古屋で許可されパチンコ店が開店したんだ。昭和初期からパチンコがあったのね。
当時は今みたいなキラキラな台ではないわよね。そうだな。パチンコの起源とされているのが、ヨーロッパから輸入されたウォールマシンで、それが日本で広まったと言われている。かなりレトロな見た目をしているわ。その後、日中戦争太平洋戦争で全面禁止になったものの、戦後1946年には復活したんだ。戦時中はパチンコどころじゃないわよね。1948年に風俗営業取締法の制定により、パチンコは許可営業となったんだ。第1号のパチンコ店って、名古屋市にあったんだよね。その通りだな。他にも、名古屋市西区で遊戯場を経営していた正村商会の正村武一が、正村ゲージを考案したこともあり、名古屋市はパチンコ発祥の地になったんだ。正村ゲージって何なの？現在のパチンコ台に見られる天釘、鎧釘、袴などの釘の並び方の原型となった、パチンコ台なんだ。この正村ゲージを名古屋の遊戯機メーカーも大量生産した。現在パチンコの生みの親というわけね。1980年にはパチンコ機器メーカーの三強が開発したフィーバー機が登場して、パチンコブームを巻き起こしたんだ。今では、アニメやアイドルとのコラボなんかでいろんな客層を取り込んでるわよね。パチンコの演出もかなり進化しているしな。ピーボールの延長みたいな見た目から、今では液晶や薬物の発展で達したような台が出ているぜ。演出見てると暇しないから、時間を忘れるほどのめり込んじゃうわね。全盛期にはどれくらいの店舗数があったの？1995年にはパチンコ店は 17,631 店あったんだ。かなり多いわね。確かに昔の駅前だとパチンコ店が何店舗もあったわ。でも、そんな躍進をしてきたパチンコ業界に大規模閉店ラッシュが到来していて、2022年現在は約7000店に減少したんだ。1万店以上が閉店に追い込まれたってこと？半分以下とは驚きだわ。特に今年は2000店舗が閉店に追い込まれている異常事態なんだぜ。でも、パチンコ店って結構儲かるってイメージだから、そんなにも閉店するのが不思議だわ。確かにパチンコ業界の市場規模は大きく、2005年には約35兆円もあったんだ。35兆円、すごい金額だわ。昔はパチンコの景品がタバコだったから、そこから考えるとすごい成長だな。タバコだけ？確かに、そこからよく35兆円規模の業界になったわね。昔からパチンコにハマる人は多かったんだが、それは当時のタバコが貴重品だったからなんだ。でも、タバコを吸わない人は何が良かったの？パチンコ景品であったタバコの換金行為をする会人がいて、客から買い取ったタバコを、パチンコ店に売りつけて利ガヤで儲けようとする人たちもいた。その商売は賢いわね。でも、換金行為に某丸団などの不法行為者が介入してくるようになり、タバコの換金行為をタバコ専売法違反で規制してやめさせようとしたんだ。それで、無事に追い出せたの？いや、効果はなかった。換金行為をされるパチンコ景品がチューインガム砂糖に変更されて、景品換金利権をめぐる抗争が激化していったんだ。完全にいたちごっこ状態だわ。でも、ガムや砂糖で争いが起きてるところは可愛いわね。景品換金行為の健全化を模索した結果、1961年に元大阪市警警察官だった水島念徳が、考案した大阪方式がきっかけで、全国に3点方式が広がった。今の景品交換システムは元警察官が考えたのね。パチンコが警察官の天下り先と言われるのは、この当時からの影響があるんだね。3点方式が採用されてからは、パチンコを売ってお金を増やすことが違法ではなくなり、パチンコ業界の成長を後押しすることになったんだ。でも、手玉で還元もしているから全てが利益にはならないわよね。そうなんだ。パチンコは還元率が 85% 程度と言われていて、残りの 15% が利益になる。その還元率が 85% って、他のギャンブルと比べると良い方なの？競馬競輪オートレースが 75% 程度で宝くじは 45% 程度だからパチンコは良い方なんだ。特にパチンコ店は客が多くて、回転数が多いほど儲かるようになっているんだ。でも利益率は高くなくても、売り上げが大きいから閉店していく理由が見当たらないんだけど。閉店ラッシュの要因はいくつかあるけど、一番大きいのは規制強化による客離れがある。規制強化ってよく聞くけど、何のためにするの？規制強化はギャンブル依存症対策の強化を目的として行っているんだ。パチンコ店が儲かる理由は、負けても遊戯を繰り返してくれる人がいるからなんだ。パチンコ好きな人は物を売って資金にしたり借金抱えてまで打つ人もいるわね。そんな大事なパチンコ客が規制強化の影響で出玉性能が落ちて、
負けていても一発逆転を狙えないとなるとそれ以上打つことを諦める人も増えるからな。でも、規制強化って今までに何回もあったんじゃないの？確かに、パチンコでもスロットでも規制強化は何度も繰り返されてきて、規制強化はパチンコの歴史と言っても過言ではないな。古くはフィーバー期が流行していた1981年に規制強化を行っていて、フィーバー期の大当たり時に開く大入賞口開閉時間を30秒 ×10 ラウンドに規制しました。規制強化って40年以上前からあったのね。さらに1984年にはフィーバー期の大当たり時の大入賞口開閉時間を15秒 ×10 ラウンドに規制しました。一気に半分になったらやる気がなくなるわ。でもパチンコ依存症になる人がいると事件が起きるから規制は必要なんだ。パチンコに熱中するあまり子供を車内に放置して熱中症で死亡する事件があったり、パチンコを打つお金欲しさに強盗したり、借金返済のために事件を起こす人もいましたよ。ギャンブル依存症って怖いわね。パチンコのスペックが落ちても文句が言えないわ。ギャンブル依存症以外にも不正対策のために規制強化をするという側面もあるんだ。1993年に起きたダービー物語事件が有名ですね。それってどんな事件だったの？当時設置されていた現金機は大当たり終了後の保有メモリーを書き換えて意図的に大当たりを出す機種が登場していたんだ。この特性を利用して組調整で連チャンを誘発したとして平和社員とパチンコ店店長が逮捕されたんです。その時に置かれていた台がダービー物語だったんです。すごい時代ね。今ではそんな不正は考えられないわ。そこから現金機に代わって CR 機の導入が加速していったんだ。いろんな歴史があるのね。でもパチンコ店も客も規制強化は慣れっこだから、パチンコ店が1万店も潰れるほどのことでもない気がするわ。確かに今まで何度も規制強化をしてきたんだけど、2018年の規制強化はパチンコ離れを加速させたと言われている。そんなに影響力があるものだったの？一体どんな内容の規制だったの？1回の大当たりの出玉制限が2400発から1500発へ引き下げになったんだ。連チャンすればするほど1回大当たり900発の違いは大きいわね。一発逆転も狙いにくいわ。4時間パチンコ台を遊戯した場合の出玉が従来の3分の2に下がることとなった。これは金額にすると4時間で5万円以内の出玉となるんだ。短時間で一撃10万円オーバーの夢がなくなるとパチンコ離れが進むのもわかる気がしてきたわ。それで旧基準の台はどうなるの？現在稼働中の旧基準機は決められたスケジュールで全て撤去することになった。台を入れ替えるとなるとパチンコ店の出費も大きいわね。1台あたり40万円前後と言われているパチンコ台で人気のあった旧基準機を入れ替えないといけないのは店もパチンコ客も悲しい限りだわ。さらにパチンコの客離れを加速させたのはコロちゃん影響もあるんだ。でもパチンコ店ってコロちゃん対策はかなり頑張ってるんじゃないの？確かに換気や消毒を頑張っていたり、喋ることも少ないからしぶきが飛びにくいけど、外出規制でオンラインゲームやオンラインカジノの人気が高まったことが要因なんだ。オンラインゲームとオンラインカジノ？オンラインカジノはわかるけど、オンラインゲームがパチンコの代替になるのかしら？調査によると、コロちゃん渦でオンラインゲームで遊ぶ時間が増えた人は約2割、課金額を増加した人は4割もいたんだ。確かに、最近のスマホゲームはクオリティも高いしパチンコで負けるよりは安く遊べるわ。暇な時間にパチンコをしていた人は、一定期間パチンコ離れしたことで、パチンコで負けるお金のもったいなさに気づいたのかもしれないな。オンラインカジノは同じギャンブルだからパチンコの代わりになるかもしれないけど、なんか怪しいわ。違法ではないの？オンラインカジノは合法ではないけど、違法でもないというグレーゾーンに位置しているんだ。でも、テレビでベラジョンの CM を見かけるけど、グレーゾーンの業界に、サッカー日本代表の吉田麻也が出てるのも大丈夫なの？ CM でやっているのは無料版のベラジョンなんだ。通常のベラジョンと切り分けていて、無料版であれば当然違法ではないので、スポンサーとして活動しているんだ。無料版から通常版にユーザーを誘導するとは賢い戦略だわ。でも、パチンコよりも大負けしそうだけどなんで人気なの？確かに山口県阿武町の誤送金で4630万円をオンラインカジノで全て使った事件があったな。それでもオンラインカジノの還元率は 97% と他のギャンブルより圧倒的に高いんだ。 97%？ パチンコが 85% だったからかなり期待できる数値だわ。そうなんだ。オンラインカジノの還元率が高い理由としてはパチンコやその他ギャンブルと
比べて圧倒的に固定費が少ないことにある。確かに大型のパチンコ店は経費の塊みたいな見た目しているわね。パチンコ店は人件費、水道光熱費、家賃土地代、遊戯設備費、景品代、販売促進費、などがかかるからな。経費の分だけ利益も必要になるんだ。しかもオンラインカジノなら朝一から並んだり営業時間を気にしなくても良いわね。だから、スマホとネット環境があれば手軽にプレイできるオンラインゲームや、オンラインカジノのユーザーが増えてパチンコ客が減ってしまったんだ。パチンコ店に客足を戻すための良い方法はないのかしら？実は、最近になってパチンコ店に客足が戻るような新たな台が導入されているんだ。それって、どんな面白い台なの？その名もスマスロといって、2022年11月21日から全国のホールで導入が始まった。パチンコじゃなくて、スロット？スマスロ第1弾として、11月21日導入の新機種があっという間に完売してしまうほどの人気なんだ。それはすごいわね。それで、スマスロの人気は何が要因なの？機能面での人気は遊戯メダルが不要になったことなんだ。メダルサンドにお札を入れて、メダルを借りる必要がなくなったんだ。誰が触ったのかわからないメダルがなくなるのはウィズコロちゃんの時代にぴったりだね。コロちゃん対策にもなるし、メダルを入れる手間がなくなると利便性も飛躍的に上がったんだな。確かにメダルをずっと入れ続けるのも手が疲れるのよね。あとはメダルを落としたりすると拾うのも面倒だったから助かるわ。台を移動するときもカードの抜き差しだけで済むから楽になるぜ。さらにスペック面でも魅力的なのは一撃万枚も期待できるところにあるんだ。社交性を抑えるために規制変更を繰り返しているのにそんなことってあるの？そもそもスマスロは、出玉情報の一元管理ができて、当日のサマイが1万9000枚を超えないようになっている。1万9000枚を超えたらどうなるの？1万9000枚に達したら打ち止め状態となって台をリセットしなければ再稼働できないんだ。知らずにサマイ数が1万9000枚付近で売っていたら最悪だわ。それは大丈夫なんだ。1万8500枚に到達した時に遊撃側から、残り500枚である旨を発砲する仕様が義務付けられているんだ。それなら安心ね。でも、それで一撃万枚の性能があるとは言えないわよ。実は、スマスロは有利区間のゲーム数が完全に撤廃されていて、リセット時からじわじわ数日かけて吸い込ませ、その分を一気に吐き出して一撃万枚が可能なんだ。この時代でも一撃万枚があるとはスロットファンが打ちたがるわね。スロット人気が高かった頃の4号機にも匹敵するような出玉も夢じゃないんだな。だったら、スマスロを全国のホールで導入できたらホールに人が戻ってくるわね。ところが、遠のいた客足を戻すことに期待がかかるスマスロによって、逆に休廃業するパチンコ店も増えているんだ。どういうこと？なんか話が違うじゃないの。実は、世界的な半導体不足の影響を受けてスマスロを導入するためには絶対に必要な、ユニットが圧倒的に足りていない。これがなければスマスロの遊戯ができないんだ。それなら各地のパチンコ店でスマスロの争奪戦が繰り広げられるわね。そうなんだ。大手のパチンコ店の方がスマスロを率先して確保していて、中小規模のパチンコ店ではスマスロを導入できず休廃業を選択しているところも増えてきている。半導体不足はパチンコ業界にも影響をもたらしているのね。さらに2023年の3月にはスマパチが導入予定で、ユニット不足に拍車がかかりそうなんだ。スマパチもスマスロと一緒で弾がなくなるの？そうなんだ。遊戯機内に遊戯玉が封入され、内部で遊戯玉が循環する。コロちゃんがあってからは、このスマスロとスマパチが当たり前になっていきそうだわ。これに乗り遅れてしまうパチンコ店は客足を戻せずに潰れていってしまうんだな。半導体不足はすぐに解消しないと思うから、これからもパチンコ店の生き残りは熾烈だわ。というわけで、今回はパチンコ業界の閉店ラッシュについて解説してみたぜ。ギャンブル依存症の観点からはパチンコ店が閉店するのは良いのかもしれないわ。依存症の人にはそうかもしれないが、適度にパチンコを遊んで楽しんでいる人もいるからな。ストレス発散の場所としても必要不可欠な存在ではあるわね。他にも、パチンコ店があることで生まれる雇用だったり、スポンサーとして、サポートされている企業からすると、なんとか持ち直してほしいと願うばかりだな。ねえ、マリサ。私もパチンコやってみたい。パチンコガイアってどうかしら？ガイアか。ガイアは現在、2018年以降続いた閉店ラッシュが加速し、なんと最終損益50億円超の大赤字。
うわぁ、急加工ね。50億円の赤字ってどういうこと？さらに、不正会計を暴く告発文で、16.8 億円の水増し疑惑が浮上したほか、グループ全体の有利子負債は1500億円を超えたと見られている。他にも色々とヤバそうな噂は絶えないぜ。今にも倒産しそうじゃない。どうなってしまうの？今回は、7期半連続の大赤字で巨額負債を抱える、パチンコガイアについて解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず簡単に、パチンコガイアの創業の歴史を紹介していくぜ。株式会社ガイアは、東京都中央区に本社を置く非上場企業。1984年に、千葉県千葉市で第1号店となる、パーラーがオープンするぜ。パチンコ業界のこと全然知らない私でも、ガイアの看板は見覚えあるわ。居抜きでビルに入っては数年で撤退、というスピーディーな出店を繰り返し、2010年頃には190店舗以上も、展開していたようだな。200店舗近くというと、そこそこ知名度のあるファミレスチェーンくらいの店舗数ね。一時期は、マルハン、ダイナムに続く業界第3位として、パチンコ界の御三家に入ってたぜ。パチンコ界の御三家、なんかかっこいい。特に転機となったのは、2004年、ガイアグループの新ブランドとして、新しく展開されたメガガイアの出店。メガってことは、やっぱり店舗規模が大きいの？ああ、そうだな。売却すれば数十億クラス。この頃ガイアは大型店の出店に力を入れていて、2004年から2014年までの10年間に出店したメガガイアの数は計13店舗。大型店を増やすくらいだから、調子良かったのね。ああ。2016年以降はさらに勢いをつけ、2017年にはパオグループから5店舗を M&A で継承。さらに新規出店も進め、2016年から2019年までの間だけでも、29店舗のメガガイアが出店。全体の出店数は51店舗にもなったようだ。その3年間は、ガンガン大型店含む新店舗を出店しまくってたのか。だが、この勢いはあまりにもあっけなかった。あら、活躍終わるの早くない？この表を見てみると、前年2017年は出店24店舗、閉店13店舗だったのに対して、2018年は出店8店舗、閉店20店舗と出店数と、閉店数が逆転しているのがわかるだろ？ほんとね。たまたまかなと思いきや、2019年も出店4店舗、閉店15店舗と、減少を続けているわ。ああ。そしてついに2020年以降になると、出店数はゼロ、閉店数は15から20店舗と、完全に店舗数減少に向かっている。ええー、ついに出店数ゼロになっちゃったの？これはやっぱりコロちゃんの影響かしら？まず、一つ目の影響としてはやっぱり、コロちゃんだな。緊急事態宣言やまん延防止措置の影響で、全国にあるパチンコホール、約9000店舗のうち、98.7% が休業要請に応じている。ほぼほぼ、全店休業みたいなもんね。ああ。一部のお店は関係なく、営業していたところもあったようだが、コロちゃん第一波が到来した時期には、休業要請に応じないパチンコホールの店名が公表されたりして、世間の目は結構厳しかった。まあ、不要不急の娯楽施設であることは間違いないものね。なんか窓がなくて密閉されてるし、感染率高そう。いや、喫煙者が多いから、一般の商業施設よりも換気設備が充実しているし、お店の中では遊撃に夢中で、あまり会話するお客さんもいないから、飲食店なんかよりは、よっぽど感染率は低いと思うぜ。あら、そうなの？それはちょっと意外ね。でも、3密の印象がすっかりついてしまったし、こんな緊急事態にまでパチンコを従うなんて、というマイナスな印象もあったからな。そうね。こんな時にまでギャンブルやめられないのかって、白い目で見られそうだわ。他にも原因はある。他にも？主要の客層に高齢者が多かったのも、客足が減った要因みたいだな。東京商工のリサーチによると、2020年のパチンコ店倒産数は、前年比2倍、6年ぶりに約30件にも及んだそうだ。ガイアに限らず、やっぱりこの業界もコロちゃんの影響は絶大なのね。だが、2018年以降じわじわと始まった、ガイアの閉店ラッシュは、コロちゃんの影響だけではないぜ。コロちゃんは2020年以降の話だもんね。ああ、大きな影響となったのは、2018年2月に施行された、法改正による規制強化。何を規制するの？ギャンブル依存症対策の一環で、パチンコの出玉、パチスロのメダル獲得数の上限を、従来の約3分の2とする規制が施行されたんだぜ。
当たりが3分の1減る。ってこと？ああ。パチンコの標準的な遊戯時間を4時間と想定した場合、時間内の出玉が5万円分を下回るよう上限を定められたんだ。これには全国から約1万4千件の意見公募が寄せられたらしいぜ。パチンコやらないからよくわからないけど、とりあえず1万4千人が震撼するレベル。ってことだけはわかったわ。さらに、2018年の時点で認可されていた台も、2021年までには、すべて入れ替えることが求められたんだぜ。現行の遊戯台で粘る、っていうすり抜けも認めてもらえないのね。これによって、2018年1月末には、パチンコファンに惜しまれながら、パチンコ CR 新、北斗無双、CR 新、花の刑事2漆黒の衝撃、マイジャグラー3、スロット魔法少女マドカマギカ2といった名機が廃止となったようだな。なるほど。パチンコファンたちが騒いでいたのは、そういうことだったのか。言うまでもなく、この法改正によって、パチンコ業界全体は低迷。パチンコホール経営業者1691社の売上高合計を見ると、2018年は15兆3579億円だったのに対し、2020年には13兆2374億円まで減少。2年間で2兆1205億円減少、比率にして 13.8% 減少していることになるんだ。確実に、この規制の影響ね。一時は30兆円産業として、日本を支えていたパチンコ業界だが、1990年代のピークに比べると、2分の1以下の市場規模に縮小した。パチンコ業界は冬の時代が到来しているのかしら。他にも、2020年4月の、改正健康増進法による、パチンコホール内の分煙や、スマホアプリなど手軽なエンタメの進化、若者のパチンコ離れなどが、より一層減収の原因となったようだな。これはさすがにガイアも、店舗縮小しちゃうわね。業界全体の問題か。そうだな。ガイアはその後も店舗の閉店や、店舗経営に関する権利義務の、譲渡などを頻繁に行い、2021年には130店舗近くあったうちの、25店舗近くが閉店。現在は約100店舗となり、特に九州地区や北海道からはもはや撤退か？とも噂されている。閉店ラッシュが止まらないわね。閉店した店舗の中には、大型の旗艦店も含まれていて、特に印象的だったのは、新潟県のメガガイア上越店。2017年12月に、オープンしたばかりであるにもかかわらず、2019年10月に、他社へ事業継承しているようだな。やっぱり、業績悪化に苦しむ中、手放す決断をしたのかしら。他にも、遊撃設置台数443台、駅前に店舗を構えていた、大阪府庄内店などの大型施設も、閉店していることから、経営悪化による閉店や売却であることは、明らかだろうな。やっぱりそれはそうよね。そして、2020年5月期の決算は、売上高が3000億円を下回り、最終損益は50億円超の赤字計上。この決算により、会社の資本は58億6000万円ほど、減少する結果となったようだ。えげつない。新規速記への入れ替えに伴う多額のコストも、負担になったみたいだな。店舗が減少して売上が減っているのに、遊戯代を新調しないといけないなんてきついわね。そうだな。そんなこんなで、ガイアも、パチンコ市場縮小の影響を受けているわけだ。これはお気の毒としか。だが、それだけでは終わらなかったんだ。まだ何かあるの？ガイアになんと不正会計、粉飾の疑いがかけられることになる。粉飾って、決算をごまかして利益を水増ししたり、経費をごまかしたりする、あれ？その疑惑が浮上しているな。きっかけは2018年7月に、マスコミや、取引金融機関85社などに対して、ばらまかれた告発文書。内部告発？差出人としては、ガイア及び関連会社の有志一同となっており、遊撃売買契約書や、預金通帳、仕分け日記帳、確定申告書など26点の添付資料を含む、総計200枚近くの膨大な資料とともに、不正会計の指摘があったみたいだ。それは中の人じゃないと、わからないデータばかりね。内容としては、経営利益が18億円とされているうちの、16.8 億円が水増しされていたというもの。18億円の中の 16.8 億って、ほとんどじゃない。えらい差だわ。しかし、ガイアの吉原武雄代表取締役は、これを否定し、大激怒。偽のリーク情報だったってこと？少なくとも社長サイドは、そのように言っているな。2018年7月24日、弊社を誹謗中傷する内容として、
粉飾決算を否定する文書が発表され、不正会計を否定するばかりか、警察に被害届を出すという事態にまで発展した。犯人が誰かわかってはいないが、文書作成に関わった者には、厳正な処分をする方針とされている。自信たっぷりの否定ね。どちらが正しいのかしら？今のところ、真相は明らかになっていない。ただ、このリークは SNS 上でもかなり話題となり、注目が集まった。大手ガイアにそこまで大胆な水増し疑惑が出たら、そりゃ盛り上がるでしょうね。にしても、まずは監査法人に告発すればいいのに、なぜわざわざ金融機関にリークしたの？これは、昔からガイアが隠蔽体質であることと、ガイアの会計監査法人である、アバンティアが、ガイアと癒着関係にあるため、もみ消される恐れがあったようなんだよな。癒着関係？ああ。ガイアはアバンティア代表社員に対して、過剰な接待を行ったり、アバンティア子会社に対して内容が、不透明なコンサル料の支払いがあったりと、両者がバガバに癒着していると思われる、行動が多かったんだ。過剰な接待って、キャバクラとか？良い思いをさせてあげる代わりに、不透明な会計を見逃してもらう、みたいな感じかしら。この告発文の内容が本当だったら、そういった関係になっていたんだろうな。ちなみにアバンティアは、ほぼ同時期の2018年5月にも、別件で不正疑惑が出ていて、金融庁から行政処分の通達が出ている。リークする側も、そのタイミングをあえて狙ったのかしら。もし嘘だったとして、何が目的なんでしょうね。真相は闇に包まれる、だな。でも、やっぱり、2018年以降の出店数を見ると、業績に苦しんでいたのが確実よね。やっぱり財務状況は、悲惨な状態だったの？非上場企業だから、上場企業ほど細かいデータは出てこないが、前々からかなりヤバいとは言われている。しかも、2020年に、50億円赤字の報道があった後、立て続けに2021年、返済猶予を延長してもらったという報道が、さらに経営難を印象付けたな。お金を返す期限を延長してもらったの？ああ。2020年7月末に、銀行やリース会社へ返済のリスケを要請していたことが分かった。さらに2ヶ月後、9月になっても、再建計画案の提示はできなかったみたいだが、メインバンクの三井住友銀行は担保付きで、60億円の貸付契約に応じている。三井住友は共倒れになる倒産リスクを、恐れたのかしら。担保は、やっぱりガイアの店舗？結局、この貸付により返済が解決したのかは、はっきりとした報道はないんだ。しかし、返済期限が2021年の3月であるのに対し、2021年に25店舗近くが、閉店していた報道があったことから、一部店舗の受け渡しを行って、なんとかした可能性が高いみたいだな。店舗を切り崩してなんとかしたわけね。とりあえず、今回は一命を取り留めたようだな。でも、今回の一件で金融機関からの印象は、あまり良くない状態になっていると思うし、金融機関からしても、貸し倒れの恐れがある会社に、お金を貸している、と噂が立つと評判が下がる。金融機関からしても変なリスクは、負いたくないわよね。だから今後もし、また債務超過や、返済の遅延があった場合には、融資ストップとなり倒産する可能性が高いな。倒産を考えるレベルに追い込まれているのね。今後ガイアはどうなっていくのかしら？どうなるんだろうな。資金繰り次第では、本当に倒産になってもおかしくない状況だ。ただ、店舗縮小した現在でも、2500億円程度の売り上げは、しばらくは見込めるとされているから。あとは金融機関が資金を融資するかどうかが、分かれ道になってきそうだ。銀行が鍵を握っているのか。でも一連の流れを見ている限り、正直、国に応援されている業界ではなさそうね。実は、パチンコ業界の風当たりは年々強くなっている。確かにそうね。遊戯台やパチンコ店に関する営業の法改正は、今後さらに厳しくなることはあっても、緩和されるというのはあまり考えにくい。どちらかというと、成長を期待するよりも、国からパチンコ業種を排除したい思惑の方が強いみたいだし、さらに、市場規模は縮小していくでしょうね。まあ、そもそもギャンブルだからな。あまり大々的に活躍されても、ということで、警察から何かと睨まれやすい業種ではある。近所にパチンコ屋ができるっていうと、地域の反対運動が起きたり、ってよく聞くものね。完全にクリーンな業界というわけでは、なさそうよね。だが、いいニュースもあったんだ。2023年には広告宣伝に関して、警察庁から規制緩和の通達があった。広告宣伝？規
制緩和ということは、今まで何か規制があったの？パチンコ業界はここ10年というもの、風営法で広告宣伝活動を大幅に規制され、その結果パチンコ人口の減少、店舗の閉店ラッシュと、見事に下降曲線を描いてきた。10年前は、広告宣伝活動をしても、大丈夫だったの？今と比べると、かなり緩い状態だったようだな。特に2000年前後、4号機の中盤頃は、パチンコ業界のピークと言われていて、万枚、等価交換なら20万円という、出玉が当たり前になり、しかも高設定ならほぼ確実に、勝てると言われていた。何のことだかさっぱりだけど、とにかく、今よりよっぽど当たりやすかったのかしら。そうだな。そんな機種が揃っていたから、高設定が実際に入ることが、期待できるイベントを、各パチンコホールは競うように開催し、前日から行列ができるなんてことも、珍しくなかった。なんか楽しそうだわ。もちろん、期待外れのガセイベントも、中にはあったんだが、パチンコ屋としては、特に小難しい経営努力をしなくても、とにかくユーザーの社交心さえ煽れば、簡単に儲けを出せる、という黄金の時代が続いたんだ。それによって今よりハマる人も、多かったのね。そう。だから、パチンコ店が重きを置いていたのは、ひたすらイベント開催の企画と、広告宣伝活動、特定の数字をアピールする CM を、大量に放送したりして、かなり大々的に宣伝を行っていたんだ。10年前は大々的な宣伝なんかも、許容されていたのか。ところが、この全盛期が終わるきっかけとなったのが、2011年の東日本大震災。世間が自粛モードに向かう中、当時の東京都知事の、パチンコバッシング発言もあり、パチンコ業界は、テレビ CM などを流しにくい空気感になったんだ。都知事の発言って、そんなに影響力があるのね。こういう世論の変化には、行政の対応もかなり早いんだぜ。2011年6月には、パチンコ営業における広告、宣伝などに関わる、風俗営業等の規制及び業務の、適正化等に、関する法律違反の取り締まりなどについて、という通達が出されて、それまでやりたい放題だったパチンコの広告は、かなり規制されることになった。何？そのやたら長い名前の通達。内容としては、過剰広告で社交心を煽るような広告宣伝はとにかくダメ、というもの。今までも過剰な広告は NG とされてはいたんだが、業界の盛り上がりで、競争激化とともに、グレーゾーンな表現を使って規制を逃れるといった店舗が、相次いだんだ。なるほど。確かに、表現方法は規制しようと思っても、明確な水準を作りにくいわね。ただ、この通達以降はそういったグレーゾーンも含め、善良の風俗及び、正常な風俗環境を害する恐れ、がある広告に対しては規制されることになった。そんな抽象的なことを言われても、どこまでやっちゃっていいのかわからないわ。警察が気に食わない、と思った店舗は何かと言いがかりをつけて摘発する、なんてことになりかねない気がするけど。とは言っても、今まで広告宣伝活動で、顧客の来店を促していたパチンコ店からすると、このまま何もやらない状態を続ければ、売り上げが減少していくのは確実。行く気はなかったのに、社交心を煽る CM に、釣られて来店したなんて人もいたでしょうしね。そうだな。だから通達後は、CM などよりも、従来のイベント開催に力を入れたようだ。その結果、イベントに、キャラの高い芸能人が登場したり、最近よく聞く、パチンコライターなんて存在も、この頃から急増した。パチンコパチスロライター、確かにその頃からよく名前を聞くようになったわ。あとは、寝台を入れ替える場合にはチラシを巻けるから、入れ替えのペースを早めたりして、肝心の宣伝の中身としては、これまでと変わらず、グレーゾーンを攻めていくものだったようだ。まあ、なんとか法の規制をすり抜けて、社交心を煽るような広告で、来店を促したいわよね。ほんの少し内装をリニューアルしただけで、大々的にリニューアル、と言ってみることで、パチンコファンは何かいい台があるんじゃないか、と期待するようなこともあったようだ。だが通達後は、やはりそういったやりすぎた謳い文句は、実際に取り締まられ、営業停止や、営業許可取り消し処分となる店舗も出てきたようだ。通達はただの脅しではなかったのね。ただ、それに対してやはり店舗側も、なんとか巧妙な方法ですり抜けようとする。最近主流になっているのは、SNS で出玉情報を淡々と報告している、通称晒し屋というやり方だな。ああいうのって熱心なファンが、好きで発信してるんじゃないのね。晒し屋とか言いつつ、実際は店舗に雇われている、桜のライターって戦略か。
あくまでも、一般人の発信する情報という立ち位置なら、多少実際より持った出玉情報でも、規制には触れないものね。そういう狙いはありそうだな。ステマを請け負う代行業者もいたりなんかして、結局はいたちごっこになるだけだ。いくらでもやり方は出てきそうだわ。そこで、行政は10年間の規制を、少し緩和する内容の通達を出したんだ。規制が緩くなったの？ああ。例えば、今までは特定の強化機種を、強調して写真を載せるのは禁止だったが、今後は写真の掲載が可能。この台は出ますよ、と匂わせるような特定の機種を、写真でアピールするのはダメだったのね。ああ。でも写真掲載の許可が出たことにより、店も推したい台を堂々と宣伝できるようになった。また、出玉ランキングなどの掲載も、可能になったんだ。よかったわね。ガイアもこの規制緩和で、少しは売り上げが改善するかしら？こういった緩和の規制は、一見パチンコ業界の風当たりが、緩くなったような印象を受けるが、実際のところはサラシアなどステマ広告を抑制するため、ランキングを公開させて、ステマでの過剰広告、桜などを撲滅する狙いがあるようだな。なるほど、いたちごっこに決着をつけたいだけで、別にパチンコ業界を盛り上げたい。ってわけじゃないのね。だが、ガイアもただ黙って見ているわけではない。今後も下火になっていくパチンコ市場の中で、ガイアはどうなるの？やはり、まずは財務状況の見直しだろうな。財務状況？かつてはパチンコ界の御三家に、入っていたガイアだが、2019年時点の売上ランキングでは、すでに業界6位の立ち位置。現在勢力を増している、123運営ののぶたグループ、飛行な運営のアンダーツリー、D ステーション運営のネクサスに追い抜かれたようだ。不正会計や返済遅延で、キャッシュフローにもがいている間に、出し抜かれたのね。そうだな。業界2強の地位が固い、マルハン、ダイナムとはだいぶ引き離されてしまったな。これを受けて、ガイアは2021年に連結子会社を吸収し、本体含む8社を合併。なんとか合併で倒産リスクを、乗り切ることができればいいわね。ああ。まあ、ガイアはまだまだグループ会社も多く、不動産会社も兼営しているから、最悪、事業縮小して乗り越える余力は、あるんじゃないかと見ているな。むしろ、そもそもが店舗を作っては売却する、という事業スキームなのではないか。という指摘もあり、何かと次のフェーズに向けて対策はしているはずだ。そうだったのね。市場規模縮小や不正会計で、厳しい流れにありそうだけど、今後は他の業種に、シフトチェンジしていくのかしら。今後もガイアの動きに目が離せないな。みんなはパチンコガイアについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。